さて、俺たちの料理の番だが、なぜそんなに距離を取る。しかし練習するにしても独力では難しいな。こいつには事情を話して手伝ってもらうべきか。なあ、ちさ。何？実は。お茶でも飲もっと。というわけなんだ。そういうことだったの。だからさ、ちさ、練習に付き合ってくれないか。どういうこと？よりがちさに、どうして？落ち着こう。買い物の時みたいに誤解かもしれないし。本気なの？ああ、本気だ。俺も好きになってるからな。誤解じゃない！でも、ちさ、この前あんなの相手に考えられないって。そっか、嬉しい。いやでも私でいいの？ああ、お前しかいないんだ。どうした、ケバ君？ちさとよりが。やつらがどうした？この前までは嫌がってたはずなのに。何の話だ。私の口からは言いたくない。どうせまたくだらない勘違いだろうに。でもウェイトがないと体が浮いて練習しにくいかも。だったら俺の体に重いものとかを縛ってくれないか。どういうことだ。まさかさっきキャバ子が言っていたのは特殊性癖の目覚めという意味か。いや、だがさっきの一言だけでは断定は。それはちょっと危ないかな。そうか、だったらせめてもう一度事実確認を。思い切り俺を踏んでくれ。どうだった？お前の言う通りだった。まさかあいつが目覚めていたとは。そっか、やっぱ目覚めてたんだ。ただいま。おかえり。遅くなってごめんね。夕飯は大丈夫？平気平気、ちょうど今私たちの番になったところだから。間に合ってよかった。ただそっちはいいんだけどさ。ん？なぜかイオリたちが妙な空気になってんだよね。